私、あなたが好きだよ。初めて会った時から。ずっと。好きだって言ってるでしょ？あんたが好き。もう、何回も言わせないでよ。わらわは主様を愛しておるぞ。なんじゃ、照れておるのか。あなたが隣にいてくれるなら他には何もいりません。心から愛しています、私の可愛い弟くん。僕は選べません。夢か。僕の名前は中丸宗四郎、陶芸家月立隆明の一番弟子だ。この町に住んで早数年、思えばいろんな出会いがあった。民族学のフィールドワークで都会から来た大学生の小弓さん、月立先生の娘玉木ちゃん、茶道の名門の御霊場で幼なじみの篠姉様、山の神様である狐っ子葛の葉さん、なんと僕は今その全員から求婚されていたりする。宗四郎、おはよう。おはよう、玉木ちゃん。今日は私の番なんだからね。期待してるよ、旦那様。4人の女性から求婚された僕は結局誰も選べなかった。そこで彼女たちが出した提案は、順番に新婚しましょう。一生を共にするのじゃ、主様には愛情を試してもらえればいかんしの。新婚生活を体験して最終的に誰を選ぶか決めるのね。では日替わりということで、私、よろしくね、旦那様。玉木ちゃんは家庭的で明るくて料理も上手だ。それに、どうじゃ、今回は疲労に効く薬草を煎じてブレンドしてみたのじゃが。うん、美味しいよ。さすが山の神様だね。弱い200年ともあろうわらわであるのに、主様に参っておるのじゃ。主様を喜ばせてやりたい、たっぷり愛してやりたいのじゃ。今夜の寝やことは楽しみにするのだぞ。弟くんは随分とお疲れのようですね。姉様。良いのですよ。生涯の伴侶を選ぶのですもの。慎重になさっても。もちろん、私を選んでくれるのが一番嬉しいですけど。私は、私の可愛い弟くんが幸せになるのが幸せですから。姉様。私はね、ずっと思っていたのです。真相に生まれ、誰もが私から一歩距離を置いていた。だけど、あなたは違った。構わないと私の手を取り、とても近くにいてくれた。
私にはそれはとても幸せなことでした。だから今度は私があなたの幸せを願うわ。しの姉様、僕は焦らなくてもいいんです。あなたの幸せを見つけて。ほら、こっちこっち。だらしないぞ、中丸くん。小読さんが早いんですよ。初めて会った時のこと覚えてる？フィールドワークに来ていた私にあなたが話しかけてくれたの。ここへはどういう用事で来たんですかって。次に会ったのはあの神社だったよね。そこで自己紹介して。懐かしい。どうしてかしらね、不思議とあなたのことが印象に残っていて、その後もずっと頭から離れなかったの。僕もそうだったかもしれない。もしかしたら運命の出会いだったのかもって思ってた。ごめんなさい。こんなのずるいよね。みんなあなたが大好きなのに。あなたが誰を選んでも思うだけなら許されるかな。あ、中丸くん。僕優柔不断で、うん、本当にごめん。うん、でもそんなあなたが私は好きだよ。結局、僕が誰と結婚したかというと。旦那様、主様、弟くん、あなた。